埋蔵ぐるじろうくん、意味わからない埋蔵グルメの巻。今回埋蔵グルメを発掘にやってきたのは、新潟市中央区にあるロータスラグーンラグル。3年前に今の場所に移転。タイ料理をはじめとした様々なアジア料理が楽しめる人気店ラグル。調味料はちゃんと現地のものを使いつつ、新潟の人の味覚に寄った感じで作らさせていただいてます、はい。そんなロータスラグーンの人気メニューはチャージオラグル。揚げ春巻きをハーブと一緒にレタスに包んでタレにこうつけてガブリ作る。エビ、豚肉ベースで野菜がすごいたくさん入ってますね。ライスペーパーで包んでますので、お米の香りとかハーブの香りと相まって家で作るの違うねっていう味になりますね。レタスに巻いて食べる揚げ春巻き、イワシの魚醤につけて食べる大人気メニューだぐる。でもぐる次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだぐる。本題の埋蔵グルメを発掘するんだぐる。ではこのお店で一番人気の商品を教えてください。さあここで問題ぐる。ロータスラグーンの埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューはなんだぐる。スタジオのなおちゃん、5秒以内に4択で答えてぐる。正解発表だぐる。ではこのお店で一番人気の商品を教えてください。ペッペムーです。正解はペッペムーだぐる。早速代表の田中さんに味を伝えてもらうぐる。香りが独特なんですよね。辛い、辛い豚肉っていう意味の僕が考えた名前なんですけど、実際にはラープっていう料理なんですけど、まあ、ラープっていうのは基本的には魚醤にレモンを絞って唐辛子でミントを入れて、でそのドレッシングで和えたものがお米をいったものを振りかけるんですけど、本来は鶏そぼろ、豚そぼろをキャベツに包んで食べるんですよね。食べづらい鶏そぼろ、豚そぼろを包んでみたいな、全く意味がわからないですね本当に。まあ、ちょっとこう食べやすいあのアレンジさせていただいて、ラープ味のドレッシングで豚しゃぶと野菜を和えたメニュー、おつまみにもぴったりなんだぐる。これだけ美味しいのになんで人気がないんだぐる。当然僕もあのこれだけの説明量が必要なので、あんまり僕が進めないんですよね説明が面倒くさく、おすすめを聞かれても進めないので埋蔵グルメになっていたんだぐる。ちなみに日替わりランチではラープを使った料理が提供されることもあるらしいぐる。ご飯にかけると結構美味しい料理になりますね。トンシャブの形じゃなくて鶏肉を叩いたものをご飯にドンとかけて、目玉焼きを乗せて、でこのタレをかけたらもうびっくりするぐらい美味しいですね。はい、ぜひそっちの方を食べてもらいたいぐらいというわけでこの料理を番組を見たで9月末まで作ってくれることになったぐる。ぜひ頼んでほしいんだぐる。ロータスラグーンの埋蔵グルメはペッペムーです。まあ夏ですからいいシーズンなので、辛いタイ料理食べに来てください。ロータスラグーン、この機会にぜひ行ってほしいお店なんだぐる。